ウスターシャー、ウスターシャー、省略、K ワークスは、イングランドのウェストミッドランズにあるカウンティである。1974年以降、現在のヘレフォードシャートへ、レフォードウスターという州で統合されていたが、1998年に、分割された。州と及び、最大都市は大聖堂が所在するウスター。その他の町として、レデ,ディッチやブロムスグローブ。 ストアポートイコールオンセバーン、ドロイトウィッチスパ、イブシャム、キダーミンスター、モールバンがある。北東部は、ウェストミッドランズ工業地域の一角をなすが、その他の大部分は農村である。このカウンティは、ウスター、レディッチ、ミチャバン、モールバンヒルズ、ワイヤフォレスト、ブロムスグローブという6つの行政地区に区分される。このカウンティはエ、レフォードシャー、シュロップシャー、スタッフォードシャー、 ウェストミッドランズ、ウォリックシャー、グロスタシャーと接している。西側は、モールバンヒルズとモールバン温泉街によって、境界線が引かれている。南側は、グロスターシャーとコッツウォルズの北端によって、東側は、ウォリックシャーによって、境界線が引かれている。セバーアンガーとエーボン川という二つの大河川がこの、カウンティーを流れている。ウスターシャーは、 イングランド初期の王国ウィッチェの中心地だった。七世紀中にマーシア王国に吸収され、九百二十七年にイングランド統一王国の一部となった。十一世紀にマーシア伯爵領の一部を形成するまでは、要するに十世紀には独自の伯爵領、原文、セパレートイーラドーマンシップであった。ノルマイコンクエストまでの間に、イブシャム大修道院、パーショア大修道院、 モール版小修道院とその他の修道会の家計により支援を受けたキリスト教徒がこのカウンティを死するようになった。このカウンティの最後のアングロサクソン人の失勢長官は有名なシヌーワード・オブ・ラファンであり、最初のノルマン人の失勢長官はウスター城を建て、多くの教会領を押収したアース・ディ・アベティットである。1265年8月4日、シモンド・ドモンホールが ウスターシャーのイブシャムの戦いにおいて殺された。1642年、パウィック橋の戦いがイングランド内戦における最初の小競り合いであり、1651年のウスターの戦いによってこの内戦は事実上集結した。中世の間、このカウンティの経済の大半は、羊毛の取引に基づいていた。フェッケンナム・フォレストやホーウェル、フォレスト、モール・バン・チェースなど、 ここの密林の多くの地域は森林法に基づく王室狩猟地であった。19世紀にはウスターは手袋製造の中心地であった。キダーミンスターの町はカーペット製造の中心地となり、レディッチは針、バネ、針の製造に特化した。広大な塩の堆積物の上に位置するドロイトウィッチスパはローマ帝国時代から塩製品の中心地であり、 主要なローマ街道の一つがこの街を通っている。これらの古くからの産業は衰退してきており、その他のより多様な蛍光業に置き換えられている。このカウンティは継続的に発行されている1690年創設の世界最古の新聞ザ・バロ・ S ジャーナルの発祥の地でもある。モールバンは19世紀に増加したイングランドの温泉街の一つの中心である。これは モールバンの水が純粋で、全く何も含んでいないと信じられていたためである。2011年の国勢調査によると、ウスターシャアの人口は566,169人で、あり、2001年の人口を542,107人から4.4%増加したことが分かった。あらゆる人種グループの合計人口は2001年から2011年までの間で増加しているが、 白色人種グループが全体として97.5%からと95.7%まで減少したのと同時に、ウスターシャアの人口に占める白色系英国人の割合は96.5%から92.4%までに減少している。この変化は白色系英国人の割合減少という全国的な傾向に沿うものだが、ウスターシャーは全国平均より依然として 人種的な同質性がかなり高い。2011年では、イングランド全体の79.8%は白色系英国人であり、ウスターシャーの92.4%より、はるかに低い数字である。ウスターシャーの境会は1889年にハンドレッズ、EN、EN、e、ハンドレッドハンドレッズとして知られる地方、統治形態を廃止して、以来100年以上の間、 頻繁に変更を繰り返しているが、産業革命中及びその後にバーミンガムとブラックカウントリーが継続的に拡大したことにより、このカウンティの地図は相当に変わった。ファイル、ストリート・ジョン・ザ・バプティス・ツ・チャーチ・ヘイルズ・ウィン、ジオグラフ・ドット・オー・アル・ア・ア・リ・ユーケー 58802.jpg、サムネイル・ヘイルズ・オー・エンは八百四十四年にウスターシャーに合併されるまで、 隣接するシュロップシャーの飛び地だった。現在ではウェストミッドランズの都市カウンティである。ウスターシャーにはいくつかの飛び地があった。これはウスターシャーの主要な地理的地域から切り離され、ウォーリックシャー、スタッフォードシャー、グロスタシャー、ヘレフォードシャー、オックスフォードシャーといった近隣のカウンティに完全に囲まれた土地である。最も有名なのはダドリー、イブンロード、 シップストーンイコールオンイコールストア周辺の地域などである。反対にスタッフォードシャー、ウォーリックシャー、シュロップシャーはウスターシャー内に飛び地があった。これらはクレント、ターデビジ、ヘイルソーエン、オールドベリー、あるいはヘイルソーエン行政区域で見受けられ、1844年10月2844年カウンティ、分離部分法に基づき移転あるいは復帰した。 この議員立法は島や飛び地での問題を根絶するよう設計されていたが、シップストンイコールオンイコールストアは1931年4月まで、また同様にダドリーは1966年まで、ウスター社に帰属したままだった。このカウンティの南部境界でも、グロスタシャーや逆にウスターヤーに深くまで食い込んだ行政区について混乱が起きていた。これも、 結局1844年の今法案によって解決した。ウスター社、カウンティ議会は1888年地方政府法に従い実現され、ダドリーとウスターにある2つの指定された特別市を除く歴史と伝統のあるこのカウンティ全体を支配した。バーミンガムの継続的な拡大はウスター社の境界が頻繁に変更されたことと、それに伴う 住宅問題の大きな原因である。バルサール・ヒース地区は、もともとは最北部のキングスノートン行政区を構成していたが、1891年10月1日にバーミンガム特別市に加えられた最初のカウンティ地域であった。それに続き1909年11月にクイントン市街地が活上され、さらにヤードレイの農村地区や、 キングスノートンの市街地区の大部分が、大バーミンガム構想に基づき1911年11月にバーミンガに吸収された。その後これらの地域はウスターシャーからウォーリックシャーへと移転された。ウスター司教官と区間区内及び貴族間の血縁におけるダドリーの歴史的な地位、クラレフィクション・ニーデッドによって飛び地は大規模自治性によって統治することが保障された。ウスターも 同様に実践を取り、ザシティアンドカウンティオブウースターとして知られていた。1926年に、ダドリー特別市議会は、そのほとんどが、セッチリー、スタッフ,フォードシャーにある、市街中心北部の、ダドリー城を含む数平方マイルの土地を購入した。これは、小修道院の施設群を建設するためであり、その敷地内で1929年に、 巨大な議会施設の建設が始まった。ウスター社の教会はダドリーで計画されているすべての建築物資産を含むよう変更された。1966年4月の地方政府再編の間、ダドリーはその歴史的な教会を拡張し、セッチリーとブライアリーヒルの大部分、コーズリー南部、そしてアンブルコートのショークを取り込んだ。地方政府法によって、 ダドリーの地位が改定され、ダドリー特別市はスタッフ,フォードシャーの一部となり、以前にダドリーに統合された地域はすべてスタッフ,フォードシャーの一部となった。同時にウスターシャーはワーレーという名の特別市を獲得した。これはオールドベリー市街地区、ローリーレジス市街地区、スメスウィック特別市、そしてダドリーとティプトンの一部が融合したものである。これらの再編成の間、 このトーチカウンティ地域は、スタウアブリッジが、スタフォードシャーから取り込んだ、アンブルコートの分以上の土地、クラレファケーションニーデッドと、レディッチが計画都市として1964年に指定した土地だけしか拡大していない。これによって、ウォーリックシャーにあるイスプリーや、マッチバラの村周辺が拡大した。レディッチの新都市計画と同時に、ドロイトウィッチやウスター、ブロムズグローブ、 キダーミンスターなどで、またフランクリーや、ルベリー、レッドナルにあるバーミンガムの境界に沿って、大規模な公共住宅及び、支度の建設計画が起きた。フランクリー行政区は後に2つに分割された。ニューフランクリーとバートリー著数チ周辺の地域は1995年4月に、ブロムズグローブからバーミンガムに移転された。しかしフランクリーの小村は、ウスターシャーに泊まり、 同盟の新たな市民行政区となった。ファイル、ブロードウェイタワー 2012.jpg、サムネイル、ブロードウェイタワーは、ウスターシャアに、いくつかある、ホリーの一つ。1974年から、このカウンティの中心部と南部はエレフォードシャアや、ウスター特別市と合併し、単一の一市カウンティであるエレフォードウスターを形成した。ダドリーやアレー、加えて、 スタウアブリッジとヘイルソーェンといった特別市は合併して新たにウェストミッドランズ都市州都市カウンティとなった。ウェストミッドランズカウンティ議会は1986年に廃止になる前にほんの数年間存在しただけだったが、ウェストミッドランズは依然として行政カウンティとしてまた天冷カウンティとして存在し続けた。1990年代の 連合王国地方政府再建において、え、レフォード・ウスター・カウンティは廃止され、ひとしカウンティとしてウスター社、ハエ、レフォード社との歴史的な境界を再び持つととなった。再建されたウスターシャーカウンティは1998年4月1日に、行政及び天礼カウンティとして実現されたが、ダドリーのブラック・カウンティガイやヘール・ソー・ウェン、オールド・ベリー、スタウア・ブリッジは除外されていた。 ウェストミッドランズの一部のままであった。ウスター社、カウンティ議会は再建されたが、廃棄物管理や青少年犯罪対策などを含む、いくつかのサービスは、新設されたへ、レフォード社議会と共有している。旧へ、レフォードウスター地区のレディッチ、ブロムズグローブ、ウィチャバン及びワイヤ。フォレストは、緊張な変更か、あるいは全く変更することなしに保持された。しかし、 レオミンスター地区とモールバン地区は歴史的境界をまたがっていたため、新モールバン、ヒルズ地区は西側、南西側、北西側において1974年4月以前のカウンティの境界をタイで構成されていた。旧へ、レフォードウスター地区の取り残された地域はエレフォードシャーに戻った。ファイル、ウスターシェアービーコン .jpg 右、サムネイル。 モールバンヒルズにあるウスター社、ビーコン山頂は、このカウンティで最も高い地点である。モールバンヒルズはこのカウンティの南部からエレフォードシャーまで伸びており、主に火山性の比リー岩と変成岩によって構成されている。これらの中には12億年前に起源を持つものもある。ここは、特別自然美観地域、栄安部に指定されている。 カウンティ内において最も高い地点である標高425メートルのウスター社ビーンはここに位置している。このカウンティの残りの部分は起伏のある丘とセバ・ン渓谷から両側に目いっぱい伸びる農地からなる。セバ・ン川は連合王国で最長の河川であり、ストアポートイコールオンセバーンとウスターの両方を通って流れる。エーボン川は イブシャムのウスターシャー市街を通って流れて、グロスタシャーのトゥックスベリーでセブン川と合流する。いくつかの微妙な休暇を結ぶ森林地帯がこのカウンティの北部に位置している。イブシャム渓谷はこのカウンティの南部に伸びており、その南側にはコッツウォルズ特別自然美観地がある。ファイル。 ハニーボーンステーションジオグラフ -3549213 b y l ブニューマンドット j p g サムネイルコッツウォルズ線ハニーボーン駅将来的にはハニーボーン線が開通する見込みファイルニューロードウースター3ジオグラフ -891443jpg ミキサムネイルニューロードは ウスターシャーカントリークリケットクラブのホームであり、ウスター大聖堂からセバン川を挟んで対岸側にある。フットボールはこのカウンティで最も人気があるスポーツであり、サイテーションニーデッド、最も大きく成果を上げているフットボールクラブはキダー・ミンスター・ハリアーズ FC である。1877年にランニングクラブとして創設され、1880年からは ラグビークラブとしても活動しており、フットボールクラブは1886年に創設された。1987年には初めて FA トロフィーを勝ち取り、7年後には FA カップの5回戦に出場した。また1994年にはフットボールカンファレンスのタイトルも勝ち取っているが、アグボロースタジアムの格付けが要求水準に満たないとして、 フットボールリーグ出場を否認されている。しかし、この6年後にフットボールカンファレンスの2度目のタイトルを勝ち散った時には、このスタジアムは改良を重ねており、昇格を認められたため、このカウンティで初のフットボールリーグ会員となった。ところが、このクラブのフットボールリーグ会員資格は一時的なものであり、チームは2005年にカンファレンスへと降格を余儀なくされ未だに、 挽回できずにいる。また、カンファレンスノースのウスターシティ FC とサザンフットボールリーグのレディッチユナイテッド FC もまたこのカウンティを代表している。その他にもドロイトウィッチユナイテッドやイブシャムユナイテッド、ケンプシー FC、モールバンレンジャーズ、モールバンワンダラーズ、ナニリー、ウッズ、パーショアタウンなどがある。このカウンティは ウスターシャーカウンティクリケットクラブのホームであり、伝統的にイングランドでナショナルチームがツアー最初に滞在する場所として予定される。このクラブは1865年に公式に組織され、1895年に現在のニューロードの競技場に移るまでは当初、ボートンパークでプレーしていた。この競技場は今日では5500人を収容できる。このクラブは歴史的に 5つのカウンティ決勝戦で優勝しており、直近では1989年に優勝している。ウスターのラグビーフットボールクラブである、ウスター・ウォリアーズはこのカウンティで最も大きくて、成果を上げている、ラグビー連合チームであり、2004年に、プレミアシップ、プレミアシップへと昇進を果たしている。ウォリアーズは2010年のファチャンピオンシップで、降格させられたが、 2011年のプレミアシップで復活を果たした。ウスター・ウォリアーズはウスター郊外にあるシックスウェイズ・スタジアムでプレーしており、12000人以上の観客を動員している。これによってこのスタジアムはカウンティ内で最大規模となっている。シックスウェイズ・スタジアムは3度アングロ・ウェルシュカップの決勝戦の舞台となった。ファイル エルガーエースバースプレイス JPG 右サムネイルクラシック作曲家のエドワード・エルガー、エドワード・エルガー今日はウスターシャー、ブロード・ヒースのこの家で生まれた。現在ではエルガー生誕地博物館として使われている。ブロード・ヒース村はウスター市から北西へ約 10km6 マイルのところにあり、作曲家エドワード・エルガーの生誕の地である。このカウンティは J.R.R. トールキンのホビットの冒険や指輪物語に出てくる架空の場所、中津国中津国のホビット賞にインスピレーションを与えたとバリーされている。トールキンは彼のおばであるジェーンのウスターシャーの農場にちなんでビルボバギンズの家をホビット賞バック卿と名付けたと考えられていた。トールキンはウスターシャーのことを綺麗でも薄汚なくてもこのカウンティのあらゆる場所が 世界中の他のあらゆる場所では決して変わり得ない、名状しがたい具合で、私にとっての距離、となっているのであると書いている。ウスター社はボーダーモリス式のイングランドフォークダンスで有名な三つのカウンティのうちの一つである。ウスター社、モンキーは有名なボーダーモリスダンスでり、通常八人の一グループで行われるが、時には複数のボーダーモリスチームで一段となって踊り、 一緒にダンスを披露することもある。ファイル、BBC ヘレフォードウースター .jpg 右サムネイル BBC へ、レフォードウスターのウスター放送局 BBC へ、レフォードウスター、フリーラジオ、サンシャインラジオへ、レフォードシャーとウスターシャーに向けて放送している。シグナル107は、ウスターシャー北西部へ向けて放送している。ユースコームラジオは、 コミュニティ放送局であり、ウスター市に向けて放送している。BBC ラジオ WM などのバーミンガムに拠点を置くラジオ局は伝統的にウスター社の境界地域を放送対象地域だと考えている。ハートやスムースラジオ地方局などのバーミンガムに拠点を置くウェストミッドランズの地方ラジオ局もまたこのカウンティのほとんどの地域をカバーしている。2007年に ローコム英国情報通信長、オフコムはマックスコシャニエ、レフォードシャーとウスターシャーに向けての、ダブ、デジタルラジオ多重放送の認可を与えた。この会社は、フリーラジオやサンシャインラジオ、b b c へ、レフォードウスターにデジタルプラットフォームを提供し、キリスト教徒連合放送局や、ハイウェイエージェンシーの放送地域代に協力していた。一方で、2009年に、 いくつかの新たな放送局の開局も狙っていた。この多重放送は、最終的に2013年12月に始まり、前述の3つの地方サービスを提供していた。2008年には、ウェストミッドランズの地方ダブ多重放送の認可を保持、運営している、MXR が、ウスターとモールバンを含む、うダブ、デジタルラジオのカバー範囲を改善した。ウスター社、 のほとんどの場所で十分聞き取ることができたサービスはチル・ゴールド・マジックラジオ・サンライズラジオ・トラフィックラジオ・ BBC ラジオ WM ・ XFM& ラジオ XL などであるところがこの地方多重放送は2013年8月27日に終了したためこのカウンティ内で利用可能なサービスの数は減少したこのような動きの大きな背景としては 地方と国営のダブ多重放送の改善を目指した政府の支援を受けた大規模な産業移転がある。これは Office for National Statistics PP 240-253に掲載された現在の基礎価格をもとにウスター社で局所的にどの程度の送付加価値が与えられたか100万ポンドベースで傾向を記した表である。ファイル レアペリンズウスターシェアーソース 150ml.jpg サムネイルリーペリンズのウスターソース、ウスターの二人の薬剤師による発明。果物農業とホップの栽培がこのカウンティの大部分で伝統的な農業活動だった。20世紀後半には果樹園が依然として商業的規模で機能していた。このカウンティ南部のイブシャム渓谷編、サイテーションニデッドを除き、 これらの栽培はかなり衰退した。ウスター氏の紋章には3つの黒い西大梨が含まれているが、これは現在では希少な固有の西大梨の品種であるウスター黒梨を表している。このカウンティの紋章にはこのデザインが不可欠であり、必ず3つの黒梨がある梨の木が描かれている。ウスターペアメインとして知られるリンゴの品種はウスターシャー起源がある。 パーショアという梅は、ウスターシャアにある同盟の小さな町に由来しており、この地域で広く栽培されている。ウスターシャは、また農業以外のいくつかの製品でも有名である。リーとペリンズが作った辛味のある調味料、ウスターソースの原型は、ウスターで作られ、また現在では閉店した王室御用達の直気製造者、ロイヤルウースターはこの都市を拠点としていた。 モールバンの街は、モーガン自動車の伝統的な、スポーツカー発祥の地である。アーサー・クロード・ストローンによる絵画、ウスターシャーの田舎や、もまた広く有名である。ウスター社には、総合学校システムがあり、また、RGS ウスター、ウスター王立学校、モールバンセイ・ジェームズ学校、モールバン大学など35校を超える、インデペンデントスクールがある。ウスター、 ワイヤーフォレスト地区、モールバンヒルズ地区の公立学校は小学校と中等教育学校の2段構造となっているのに、対しレディッチとブロムズグローブは初等、中等、高等学校の3段構造となっている。ウスター市内の2校を含むカウンティ内のいくつかの学校では予科教育を提供している。サウスウスターシア大学やパーショアにある ウォーリックシャー大学農学キャンパスなどのいくつかの職業大学は全国統一試験制度と一般教育修了上級レベルを提供している。市内にはウスター大学もあり、国立花粉、空中生物学研究部門とその他5つの国立研究センターの拠点である。ファイル、ウースターカテドラルジオグラフ .org、UK706524 .jpg 右サムネイル、市内に大聖堂、上の写真があるために、シュートウスターは、カウンティ内で、唯一のシティである。ウスターはシュートにして、唯一のシティである。その他のキダーミンスター、ブロムズグローブ、レディッチなどの主要な居住地は、バーミンガムの衛生都市である。また、モールバン、ビュードリー、イブシャム、ドロイトウィッチスパ、パーショア、テンベリー、ウェルス、 ストアポートイコールオンセバーン、アップトンアポンセバーンなどいくつかのマーケットタウンもある。ハートルベリー村は13世紀から2007年までビショップ・オブ・ウスターに住宅を提供していた。全居住地の一覧は EN リスト・オブ・プレイシズ・イン・ウスターシェア、リスト・オブ・プレイシズ・イン・ウスターシェア参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。